皆さんこんにちは、キコです。本日も動画ご視聴いただきましてありがとうございます。本編に入る前に一つお知らせなんですけども、現在私のオンラインサロンプラネットは、毎月月額999円で毎週1時間のライブをしております。ライブを通してですね、皆さんと交流しながらいろんなご質問にお答えさせていただいて、ちょっとね、YouTube ではなかなかそこまで話せないっていうような裏話なんかもサロンライブではしておりますので、ご興味のある方はぜひ概要欄にリンクが貼ってありますので、そちらからチェックしていただければなと思います。本当に今週は頑張った。で、私本当になんていうの、もともとすごい頑張りすぎちゃうタイプだったので、こうなんかバンジーを、その頑張らないバンジーとかした人には分かってもらえると思うんですけど、つい頑張ってしまってた人、なんか問題が起こるととにかく行動をして解決しようってするタイプの人は、行動しすぎちゃって、その自分の内側にある気持ちとか魂の声をないがしろにしてしまって、うまくいかないタイプの人っているんですよ。で、なんかもともとそう、私は頑張りすぎちゃってたから、頑張らないということを頑張った時期が結構あったんですよね。で、そうなって、まあ、バランスが取れてくるんですけど、久しぶりにどうしても頑張んなきゃいけない状況になったんですよ。もうこの3月はもう言ってられないっていうぐらいやらなきゃいけないことがいっぱい、いろんなことが重なってね、あったんですけど、結構バランス取れてきたなと思って、その頑張りすぎない、無理しないを徹底してバンジーする時期もあるんですけど、とは言っても人生で別になんかこう自分でなんていうの、やるって決めたわけじゃないけど、なんかどうしても強制的にやんなきゃいけない時期ってあるじゃないですか。例えば家族の介護とか、頑張りたくないとはいえやんなきゃいけないようなことが発生することってあると思うんですよ。子供の世話とかもそうだし、そういう計画外でね起こるようなことってあると思うんですけど、頑張りたくない、もう無理したくないっていう気持ちと、でも頑張らなきゃいけない現実の両立がすごく上手にできたなって私は思ってて、本当バランスが取れてきたなっていうのをすごい感じたんですよ。だからその両立の仕方とかもまた皆さんにシェアしていきたいなって思ってますね。こうやってやると、嫌なことはやらなくていいよって言うじゃないですか。けど嫌なことやんなきゃいけない時ってあるじゃないですか。例えばね、最近だったら確定申告やんなきゃいけない、やりたくないのにとかさ、あるじゃないですか。もう、もう法律で決まっちゃってるとか、そういうこととか、そういう時の乗り越え方、その自分を大事にしながらやりたくないことやるっていう方法を見つけましたよ、私は。何か始める時にスタートダッシュ切っちゃってすぐ燃え尽きるので、やる気をセーブしていたことあります。でもやる気ってさ、セーブしたところでなくなる時はなくなりません？だからセーブするよりもずっと湧いてくる方法を考える方がいいんじゃないかなと私は思いますけどね。なんでとか、どうしたいのとかって、親が責めるために使ってきたから、掘り下げる時も辛くなったり、ああなるほどね、分からないことや答えられないことが辛くなる。ああ親によくなんでなのとか、もうどうしたいのって言われてたから、それと被っちゃうんですね、自分にその言葉を投げかけた時に。なるほどね、ちょっと言い方変えてみようよ。じゃあそのご両親の口調で入ってくると思うので、ちょっと違う人が言ってる想像とかしてみるとか、めっちゃ優しい人が言ってるイメージをしてみる。なんでとか、どうしたいのとか、なんでそうなったのかなみたいな、優しく言ってくる人のイメージしてみたらどうでしょう。初めてコメントさせていただきます。昨年離婚したシングルマザーです。元旦那が自営業で、税金対策のための脱税行為のせいで一人親の支援も受給できないように、膨大な税金の支払い義務が発生しています。役所に相談をし、支払いを待ってもらっています。税務署にも情報提供しましたが動いてくれず。実際支払いできる貯蓄はありますが、これから大きな出費を控えているので、貯蓄が少なくなることが不安です。なるほど、これは万事でしょうか。ありがとうございます。まあ、旦那さんのせいで今結構大変な、元旦那さんのせいで大変で、支払いできる貯蓄はあるんだ。あ、なるほどね、支払いできる貯蓄はあるけど、これから大きな出費を控えているので貯蓄が少なくなることが不安です。
はい、これバンジーでしょうかというよりかは払わなきゃいけないわけですよね。だからなんかバンジーでもなくて払わなきゃいけないから払うって感じじゃないですか。何バンジーなんだろう。そう、払わなきゃいけなくって払えるお金があるんだったらシンプルに払う、終了って感じですね。で、なので問題はそこじゃなくてですね、あの大きな出費を控えているのにいることに対する不安なんですよ。で、これはきっとというか、これね、思考癖だから、貯金があろうがなかろうが大きな出費があるときは毎回不安になる方だと思うんですね。だから、その要はね、これお金があったらこんな風に思わないのになとかじゃなくて、支払いのときに不安になっちゃうっていう自分を変えたいっていうことだと思うんですね、本質的には。だからこれね、私もね、そして私ね、これ今ね、ご質問くださってるね、アピーライフさんはきっと人生でそんなにお金に苦労してきてないタイプだと思うんですよ。大変な時期はあったりとか、稼ぐのが大変だったことはあったとしても、極貧生活とかされてないタイプの方だと思うんですよね。でね、これ私もそうだったんですけど、極貧を経験してる人の方が意外にこういうの強くって、っていうのも極貧でも生きていける方法を知ってたりとか、なんとかなるっていうことを体験して、体感ベースで知ってるんですよ。けどお金の不安が強い人って実は極貧やってない人多くって、私もそうだったんですけど、だから乗り越え方が分かんないんですよ。そう、もう想像の世界でどんどん怖くなっちゃってるだけなので。だからどうしたかというと、私はわざと極貧を経験しました、一回。そう、そしたらブロックが取れた。だから、そう、極貧になるバンジーですね、やりましたね。はい、なので払うもの払って、お金なくなると思うんですけど、それでも欲しいもの買ったり、使いたいところに使っていって、極貧を経験すると、極貧って乗り越えられるんだっていうことが腑に落ちるので、お金への不安が小さくなるんです。ちょっとって思うかもしれないけど、私はそうやって解決しましたね。そうそう、極貧怖くない？あ、極貧をされた方ね。そう、だから強いんですよ、若いうちに極貧を体験してる人っていうのは。極貧になるバンジー怖すぎると思うじゃん。でも大丈夫だよ、極貧で死ぬことってよくよく考えたら無理だから。日本という国にいる限り生活保護とかあるし、バイトとかもできちゃうのよ、別に。本当に追い込まれたら何のバイトだってできるんですよ。私、治験のバイト行こうとしてましたもん。健康すぎてダメだったけど。何でもあるから今、いろんなバイトがあって、在宅もあるしさ、別にね、体が弱くても稼げる仕事もあるしさ、物理的に極貧で野垂れ死ぬっていうことの方が逆に難しいんですよ。だから大丈夫だよ、本当に。私もそのパターンでした。税金めっちゃ高かった。さっきのね、買ったと同じ、まあ、ちょっと違うけど、旦那さんのあれだから。でもおかげでマンションのローン行きました。ほう、そっか、税金いっぱい納めてたらローンとか通りやすいもんね。確かにいい面もありますね。そうか、顔面課金もしました。熊取り、あ、熊取り私もしたい。ここ昔からある、若い時から。素敵、トンさん50歳です。二重の埋没整形したら可愛くなりすぎてビビってます。素敵すぎる。いいね、50歳でさ、めっちゃ可愛くなっちゃったって最高じゃないですか。いいな、人生ないつからでも変えられますね。いやー、私整形とかもね、本当に整形推奨派なんですけどね、結構なんかスピリチュアル好きな人って整形反対の方、反対っていうかダメじゃないっていう方が多くって、そこもね、いずれ語ってみたいなって思うんですけど。すごい、可愛くなりすぎてビビるっていう経験してみたい。すごくないですかそれ。めっちゃいい、よかったですね。だってやったって満足いかない人の方が多分多いから。実際素晴らしい、ポテンシャル高かったのか。キコさんそのままで可愛いね。あ、整形の話。いや、なんかね、整形、いや、なんだろうな、すごいコンプレックスがあってこれが嫌なんだとかじゃないんだけど、で、全てのことをフラットに見たくて、だからなんか とプラス何事も経験をしてみたい欲があるんですよ。だから子育てしてみたいみたいな感じなんですよ。何事もそうなの、どんな大きなこととかでも。
そうしてみたいが強くって、でしたらその人の気持ち分かるとか、なんかフラットに見れるみたいなのがあるから、そう、そういうノリですね、整形とかもね。